こんな感じですか。はい、じゃあ今どうですか形は。形、はい、形満足いく形でした。それとも変な形でした。いやいやいや全然変じゃないですよ。でも本当はちょっと変と思ってます、ね、いや思ってない思ってない。全然変じゃないよ。ほらということは変と思ってましたよね今ね。いや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 、いや全然変じゃないよ。でしょでしょ、そんなことなってないでしょ。え全然変じゃないよ。だなんですよ。えなんでここに気づいてほしいんですよ。ほう、全く変じゃないですでしょ。ってことは変と思ってましたよね。いやいやいや思ってないですけど、お全然変じゃない、うん、本当にちょっと思っとったかなね。いやあの驚きをでもバレてます。はい、全然変じゃない。じゃあこのえこの、うん、ね関係を保ったまんま、うん、強くほんまにもう50メートルぐらいパーンって転がすぐらいのショットをしてみてください。これぐらいですね。そうそうそう、手なんか投げていいですから。あちょっとダメだね。もう変にね、もう全然変にやってくるわざと。これはやっぱりちょっと変でしょというぐらい。もっともっともっとです。全然。いやもう変ってもう絶対言わしますよ。全然変じゃん。ええ。はい。今すっげー当たりが良かったけど。はい。今全然すっげー綺麗に当たったけど。じゃあもう正直にどうですか。ちょっと変にやりました。いや変じゃないような気がします。いやいやもうそんな言わないでください。はい。もう大体この素振りの、はい、わ全然変じゃないやん。え俺結構腕曲げてますよ今。なんか曲がってます。うん曲がってない。曲がってないでしょ。え全然曲がってないやん。え全然曲がってないやん。あ自分の中ですっげえこうなんかえめっちゃ曲がってるイメージで打ってますよ、ね、じゃあ逆に、はい曲がってるイメージで曲がってないでしょ、うん、じゃあ伸ばしてるイメージやったらどんなことになってると思うんです。シャンクするってことですよね。こうだよね、はい、あもうここでもう手首使ってます。手首使ってます。もう満載なんです。手が前へ出る条件が、はあ、ここもうすでにここから上がってますね、はい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 。もうこれぐらいでもクラブ上がるでしょ、うん、でちゃんと角度もできてるでしょ。いや全然全然今すごい曲げてますよこれ、うんうんうんはい、え全然曲げて見えないんですけど、はい、えちょっと待って。あなんだめっちゃ綺麗に当たるんやけど。いやこれがゴルフだし、うん、これがスイングなんですよ。形をこう作っていってもそこに機能性がなかったら、うん、形綺麗に振ってるつもりでも、はい、ほら当たんないですよね。え嘘でしょ、はい、めっちゃ曲げてますよ。めっちゃ曲げてますよね。めっちゃ曲げてますよ、はい、すごい、はい、めっちゃ綺麗に当たるけど、はい、なんでなんでえなんでいやなんでって言いますけど答え言いましょうか、はい、曲げてるつもりだけで曲がってないから。曲げてるつもりだけで曲がってないから。遠心力ってどっちに働きますか。ああもう外ですよね。ね、はい、じゃあこうしてるつもりでもうヘッドがこういった瞬間に自然に力さえ抜けてたらこういう力が入っとうってことですか、うん、最初から、うん、力が入っとうってことですか、うん、最初から、うん、で本人は上上げてる意識がないんでこれが働かないんです。はいはい、パターンみたいに打ってるよーんって言うからそのまま使ってくれるわけですよ。はあ。だから僕はこれで、うん、徳永さん何をやってもらいたかったかって言ったら、はいはい、始めのスイングを見た時に力入ってます、うん、めっちゃ入ってますガチガチです、はい、でもパターンって言ったら力入れへんでしょ。結果脱力ができたっていうことですよね、うん、
でまあ曲げるとかいうことで、はい、もう力を入れる要素がないので、それで出来上がった形というのは、うん、まあちゃんとしたゴルフスイングじゃないと、まあ当然かっこ悪いんですけども、じゃあどうですかと、いや形はちゃんとなってますやんといういやいやめっちゃ曲げてますよってすごいですね、これ。え、めっちゃ曲げてますよ、うんうんうん、え、めっちゃ曲げてますよ、本当に、うん、すごいですよ。え、うんうん、めっちゃ当たるんやけど、うん、なんで、なんで、例えばもういかにガッと打つんじゃなくて、うん、もうこのほんまに高さ変わらないでパーンと気持ちよく払うぐらいのつもりでもいいですよ。えー、ちょっとびっくり。あ、これちょっと疲れた、はい、なんで、いや、すげえ曲げ、なんでと言われましたもん、ね、いや、すごい曲げてますよ、今普通にちゃんと打ってる人ですよ。パターみたいに、おっ、めっちゃいい打感やったけど、はい、今あれちょっと久々、え、こんなにアプローチでこんな打感ね、ちょっと待って、めっちゃ曲げてますよ、本当に先生、うん、今、あ、今シャンクした、ちょっとこれはいけですね。これもう一つ気をつけないといけないのが、はい、これほんまにパター、これがパターのつもりでも、うん、こうなってくると今度は体の左肩が一旦下がると、はいはい、この体勢が人として嫌なんですよ、はいはい、だから逃れようとしてこいつを元に戻した時に手が出るんです、はいはい、だから本当にこうです、こうか、本当にこうです、本当に左肩が下がらない、こうなってたね今ね、はい、本当にこうですね、うんうん、あ、これはちょっと目から鱗じゃないけど、うん、考えたことなかったな、うん、あ、うん、うわ、うん、めっちゃいいぞこれ、え、あ、ナイス、うわ、ナイス、めっちゃいいこれ、うん、マジですか、マジです、めっちゃ曲がってますよって、はい、本当にめっちゃ曲がってますよ。あとはね、はあ、じゃあ僕ちょっと、はあ、ですね、はい、もっといい方法します、はあ、教えてください。これね、うん、いくらパターとはいえ、うん、やっぱりこの状態で、うん、こう手だけを動かすと、はい、やっぱり力入った時にこうなったりする、はいはい、で一番いいのは、うん、僕の究極は、うん、このアドレスをしているこの状態、うん、この状態のまま、うん、体だけ動かして打つと一番綺麗、簡単じゃないですか。でよく言われる、いやプロねと、うん、それをやりたいんですよと、うんうん、どうやってるんですか、いやいやこうやって体で打つだけですってなるじゃないですか、うんうん、いやだから体でどこでやってるんですかっていう、はい、どこで話になってくるんですけど、はい、詳しく言いましょう、はいはい、まず、はい、僕は、はい、一切手とクラブは使わない、うん、使わないってどういうことかと、ここにやってます、もうこうはやらない、うん、やるのは体でやるんです、その時に僕がやっているのは、うんうん、この左足をすごくうまく使います、うん、はい、はい、でこの左足をうまく使って、まあ、昔からよく左の壁っていうのがここでガチンと壁で受け止められたら、はい、上半身はこのままポーンと前行くんです、据えしないってことですね、だから今日は今僕がやってることっていうのはここで壁を作ったら、はい、壁を作ったら、うん、あとはここから上の上半身は壁を作ったら、うん、ポッと前行く、だから自分ではもう打っていかないんです、この状態でこうやってパターで転がすようにしといて、あ、綺麗、あ、ちょっと最近壁とか考えたことなかった、うんうんうん、流れてますね、こう完全に、ね、流れてますね、こう完全に、ね、
実は打とうと思って、うん、流れると、はいはい、要はこのずれた分クラブいかんですよ、はいはいはい、これ実は物理って面白くて、うんうん、こっちが止まってるからクラブがいくんです、うん、でもこっちが動いてる間ってこっち動かないんです、はい、ってことはこのずれた分本来ならここにパチンってくるものがこう上げて、ここでずれてる分ほんまだったら一緒にシュッときて当たるものがここでずれた分クラブは来ないでしょ。来ないってことは本来ここの着地にするものがここになるわけです。だからスウェイするとダフるんですよ。ほうほう、なるほど。これがダフルの原因だし、ここでずれるからやばいと思ってこう何とかしようとするからシャングル。最近ねよくねダフるんですよなんか、うん、結構手前叩くことが多くなって、はい、はあ、スウェイしてるね。そうスウェイしてるね。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたのでチャンネル登録の方よろしくお願いします。お